DB 始まりました。痛む心へ手を当てる、そんなさりげない思いやりの意味を込めて情報を共有することを目的にしている番組です。病に負けないように頑張ってる人と、そこへ寄り添うサポーターの方へ、今を生きる元気をお届けします。こんにちは、ゆきです。はい、ほのりんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今回は、各地で始まったリレーフォーライフの模様をお届けしてるんですよね。そうだね、リレーフォーライフ本当に先週から始まって、これからはもうほぼ毎週ね、休みなくもう1ヶ月ちょっと、毎週毎週続くし、しかもその日に何箇所も日本全国でね、あちこちで開催されるっていう、そういう本当に今リレーフォーライクウィークじゃないけど、マンスになったっていうかね、9月に入って本当に8月の後半からだったんだけどもね、始まったなっていう、そういう感じですね。そうですね。でリレーフォーライフそのものっていうのは、そのがん患者さんっていうの応援っていうことと、そのがんそのものの啓蒙をする、早く早期発見してね、軽い間に早く治してしまおうよっていう呼びかけであったり、それからがんという病気があるけれども社会生活をしているっていうような形、がんが切り離せないんだというような方たちと共存していく、そんな社会っていう、そういうようなことも一緒に考えられる、そういうきっかけになればなっていうのが、リレーフォーライフだよ ね、 ね、かなり学びの場でもあるよね。そうなの、生き方のね、学びの場って感じかな。そうだね、で、元気をつけてくれる、アーティストをちょっと紹介しながら、いきたいと思うんだけれども、キキさんのライブが、東京で行われることになりましたね。そうですね、9月の、24日かな、東京で行われます。キキさんもね、がんをね患って本当にサバイバーだよね。そうなんだよね、サバイバーっていうのが、がんを克服した、治療が終わったということではなくて、がんであるということを自分でしっかり、自分の中で認めていったっていう、そういうような感じのね、ことだよね。そうね、いい歌声だよね。9月の24日に本当東京でね、東京で行われるのは珍しいんじゃないかな。そうなんだよね、北海道の方だから ね、 ね、普段はなかなか、あれなんだけど、東京で珍しくされるんで、やはり病を乗り越えて、こういう芸術活動をされている方の魂の声っていうのかな、ゴスペルの歌手の声でね、とても素晴らしい歌声なんで、ぜひみんなで共有してもらえたらなって思うんでね、そうですね、このチケットもね、ドリームクラフトの方でね、手配できますので、そうだね、お問い合わせ一応言っとこうか。そうだね、申し込みがメールでお願いします。info@ドリームクラフトですから、dreamcraft.jp までお問い合わせください。そうですね。お問い合わせとか、それからこの番組について、本来、ツイッターでいろいろね、お伺いしたいなと思っているところではあるんですけれども、実際もっと細かな話をしてみたいんだとか、今患者さんからのいろんな打ち上げ話いただいてたりするんで、そういうプライバシーの、情報もあるものはメールで送ってくださいということでお願いしています。そしてね、なんていうんだろう、反映していければなと思いますよね。いろんな、なんていうんだろう、お話とか声とか、そういうのもね、番組に反映できたらなと思います。そうだね、はい。じゃあ、このキキさんの素敵な歌声をバックに、今月行われるリレーフォーライフを紹介していきましょうか。9月の4日、5日、
これは福島で行われますね。これ初だよね、福島ね。初ですね。おめでとうございます。おめでとうございます。福島県立医科大学陸上競技場ということになっていますね、うんうん、そうですね、天気がいいといいね。本当ね、うん、9月4日5日の次は11、はい、12です。そうですね、来週、はい、その翌週ですね、はい、これは3カ所で行われます、うん、そうですね、3カ所ありますね、はい、うん、埼玉、静岡、兵庫、うんうん、埼玉は、どこでやるのかな。埼玉は、埼玉市緑区の、農業者トレーニングセンター緑の広場ということになってますね、はい、うん、ここで行われます、ね、なんかすごく緑あふれるところなんだろう ね、きっと ね、 そ う、 ね、うん、そういう素敵なところでみんなとね、はい、リレーがこうできるのはいいね、うんうん、それから静岡、静岡、はい、これは御殿場陸上競技場。そうだね、うんうん、これはもうあの静岡去年すごい雨にねたたらえちゃったりしたんで、あの雨天の場合は隣接の御殿場体育館って、ね、ちゃんと雨呼びをされてます ね、 そうですね、まあ、よほど去年やっぱ大変だったんだろうなって思います。雨はね本当に寒くなっちゃうと本当に辛いですよ ね、うん、はい、そして、はい、兵庫は芦屋市、これ川西運動場っていうのかな、そうなんだろうね、うん、体育館、そう、運動場と体育館っていう形でやっぱり雨予備を用意されてるのかな、はい、そうですね、うん、まあ、あのテントの代わりに体育館のところでみんなでこうあの、うんうん、ね、座って話ができるようにっていう、そういう配慮もあるのかもしれないね、ね、この3カ所が11、12ですね、で土日です、はい、はい、次が、はい、9月の18、19ですね。これがすごいんだよ。これがすごいよね、うん、はい、まずは、初、はい、初はですね、千葉だね、千葉、うん、八千代市総合運動公園、はい、多目的運動広場、はい、ということになってます、はい、次が埼玉ですね、はい、埼玉川越市の水上公園、うん、かな、うん、はい、行われます。それから次も初だよ、愛知、うん、これは岡崎中央総合公園、うん、これ愛知は初なんだけれども、うん、岐阜のね、あの、そうですね、要するに中部のリレーフォーライフの実行委員会がみんなでね、うん、あの力を合わせてやってる、うん、それで愛知で初開催ということで、うん、18、19の土日だよね、うん、はい、すごい盛り上がってるみたいだもんね。そうだよね、愛知はね、うん、はい、はい、次が、福岡、はい、これは国営の、うん、海の中道海浜公園っていうものかな。そうなんだろうね、うん、光と風の広場、はい、ね、素敵な場所だね、これきっと。これが18、19ですね、同じだね、1、2、3、4箇所、うん、そう、もう一つ、それから横浜もあります、うん、これは日産のフィールド小机で、ね、そうですね、あの日産スタジアムですね、はい、素敵な広い場所ですね、日産さんすごく協力いただいてね、うんうん、この会場を使わせていただいてありがたいことです。はい、はい、そしてそして、はい、これのバトンを引き継いでですね、今度広島が、19、20ですね。そうですね、はい、18、19が土日、うん、そして、うん、日月、月曜日もね、あの旗日になっててお休みなので、うんうん、広島はあの、まあ、ちょっと学校のグラウンドを借りるという都合で、うん、はい、日月ということになりましたね、うん、はい、広島女学院中学高等学校のグラウンドで、はい、開催しますね、はいはい、また素敵です ね、 ね、これも素敵だね、はい、そしてそして翌週ので次が10月の2、3ですね。そうだね、はい、これはね、うん、高知だね、はい、高知市中心部城西公園というのかな、そうだね、城西公園か、うん、うん、どんなとこなんだろうね、うん、まあ行ったことないから行ってみたいなというかね、こういう映像欲しいですよね、うん、ね、はい、それから10月の9、10ですね。そう、これがまたすごいです、うん、これがね、1、2、3、4カ所、ね、で行われます、うん、はい、これが愛知、あ、違う、愛媛ですね、うん、ごめんなさい、愛媛、松山市、松山城、あ、や、あ、松山、これ、市場公園っていうのかな、そうだね、うん、松山市場公園なのかな、うん、堀之内地区ふれあい交流広場、うん、はい、ここで行われるの ね、 ね、はい、で徳島小松島潮風公園、
そうだね。ですね。うん、大分、大分スポーツ公園。そうだね。はい。はい、で、最後、初、東京ですね。ね、都立の潮風公園で90と行われます。はい、皆さん楽しいですね。すごいね、はい、これで20カ所かな今回ね。そうだね、うん、すごい広まっていますね、うん、まあ、皆さんあの近くのところでどんどん開催されるようになってきたので、うんうん、はい、ぜひ足を運んでみてください。そうですね、でがんに自分は関係ないやと思ってる方も、うん、あなたの力が役に立つことがいっぱい実はあって、うん、本当ね、そうなんだよね、うんうん、だから一度足を運んでみていただけるとね、はい、とってもいろんな勉強になると思います。本当だね。じゃあ少しキキさんの歌声に聞き惚れてみましょうか。そうだね。本当の愛を見つけられずに、あてもなくただ流されて、自分じゃない何かを求めながら、今にも壊れそうな心隠してた。抱きしめて抱きしめて、小さな頃の君も抱きしめて、見えるもの変わっても変わらないものがある。君を愛する神の愛、誰かに分かってもらいたいのに、平気なふりすること慣れてるから、誰も誰も気づかずに通り過ぎてゆくのを抱きしめ抱きしめて、両手で強く抱きしめていたいから、君のすべてをありのままの姿を抱きしめていたいから、抱きしめて抱きしめて、おなるほど強く抱きしめていたいから、偽りやそのま限りの愛ではなく、揺るぎない変わらない愛で、抱きしめていたい。抱きしめていたいかな。はい、素敵な歌声だったね。深いよね、声がね。深いね、うんうん、さあ、お問い合わせ先をもう一度インフォメーションお願いします。そうですね、
はい、問い合わせ先メールでお願いします。info@dreamcraft.jp です。そうですね、はい、はい、どうもありがとう。うん、歌手の方っていうのはね、うん、その声を使って、はい、メッセージをね、うんうん、使えていくっていう本当に素晴らしい才能をね、うん、お持ちで、その声でね感動を届けてくれるよね。そうですね、うん、やっぱりそのがんに直面して自分の命の儚さとか、うんうん、それからその自分は何のために生きるんだろうっていうようなことをね、うん、直面するそういう、まあ、きっかけになっているんだと思うんだよね、うん、だからこそ余計にその命をこうくすぐられるっていうか、うん、ね、そこに響くような、うん、声が歌声になってメッセージが感動になってきてるのかななんて思うんだけどもね、うんうん、さあそこで、はい、今日のメインテーマ、はい、命についてっていうことで、うん、去年のね第33回日本死の臨床研究会っていう、はい、あの研究会があって、うんうん、いろんなあのお医者さんとか、はい、そのホスピスケアをされてる方とか、うん、その死に直面するところの現場にいらっしゃる方たちが、うんうん、あの専門的に集まってやる研究会なんだけれども、うん、はい、そうですね、でそこのいろいろたくさんセミナーがあった中で、うん、僕らも参加しててすごく心に残った授業が実はあったのね。うん、命の授業。命の授業。うん、うん、これをちょっとみんなと共有したいなと思って、ドリームクラフトで撮ってきたドリクラ TV でね記録してきたところのものを持ってきたので、みんなに見ていただけたらなってね。うんうん、ね、皆さん。これを見てどう感じるかなって思います ね、 そうだね、うん、では皆様改めましておはようございます。まあ皆様ね、おかけになって前ここに空いてますよ、前ここにあの3人の方どうぞお入りいらっしゃいませよ。で私の話は漫談なので、きっと楽しくお聞きいただけるようにお話しいたしますが、どうぞ昨日も遅くまでおしゃべりして懐かしい修学旅行の気分でお過ごしになった方もいらっしゃると思いますので、お昼寝なくて朝寝をなさっても構いません。どうぞゆっくりお休みください。でもおかけになってる方でね、繰り返ったって骨折しても知りませんよ。責任は取りません。ただどうぞゆっくりお聞きくださいと言いますのはね、テーマが命の尊さとか大切さというテーマでございましょう。そうするとね、面白くないんですよ。あははあははと笑うような内容ではないんですが、それをあははあははと聞かないといけないところが私たちのこれキーワードです、キーポイントです。命について考えるときに深刻になるのは普通なんですね。その普通では特に小学校、中学、高校生、大学生には伝えられません。やはりそこにおいてユーモアと、それから笑いと、それから自分も死ぬんだよねというぐらいのおおらかさがないと死については伝わりません。でもとてもとても辛いことです。さあ今からお話を始めますね。実は私は今元気で笑いながらあははと笑いましょうと言ってお話しましたね。でも私の心は本当にギューッと胃も心も体もギューッとなるような体験を10日前にいたしました。何だと思います？私のよく存じ上げていた方のお母様が自死でした。それを最初に発見し
もちろんお母様は家にいると思っています。そして鍵もかかっていて入ったそうです。いつもお母様がいらっしゃったらお帰りと言ってくれ、でも暗かったからお母さんはいないと思っていた。何の疑いもなく自分のお部屋に入る前にお台所も真っ暗だった。時間は7時半頃だそうです。真っ暗だったからおかしいと思ったから開けてみたも誰もいない。そして自分では何の思いもなく普通自分たち の, あのテレビを見るお隣の部屋にお母様のお仕事の部屋がある。そのお母様がしてらっしゃったのはあの和服をあの作ってら縫ってらっしゃる方なんですね。お部屋がある。普通は絶対そこを見ることもないのに何か見たらお母様はそこで死んでらっしゃる。首をつってそれを見た時に彼女は自分気を失ってしまったと自分でおっしゃる。なんとその気を失った彼女が最初に電話をしてくれたのは私でした。私はその時にたまたまあるところから出張して帰ってきて神戸、新神戸に着いたところでした。その電話を聞いてそのまま彼女のお家に行くんですが彼女のお家を知らなかった。あなたのお家ちょっと教えてって言っても大学4年生の女の子がお母様が首をつってそこにいるのに答えられるはずがない。わかりますね。でもどの辺なのどの辺なの、頑張りなさいって私に叱られながら彼女はようやく住所を言えました。そして私はそれに車に乗ってタクシーに乗ってここです、あそこです、あそこです、あそこですと言いながら着きました。そしてそのままでしたよ。彼女はお母様の亡くなっていらっしゃる下で足を伸ばしてポケー。そこの場面も私は見ましたね。まず警察には連絡してる。お母さん、お父様にはしてない。なぜ私なの。体が凍りました。そして私はどうしようもなく、いや警察の方にお電話していいわね、はい、彼女は何のする力も元気も頭の考えることもできなかったでしょう。警察にお電話しました。本当に私はそのお母様をどういうふうにしてお降ろしていいのかもわからない。そしてその警察にお電話をして住所と場所とそれから電話番号、私どもの私の電話番号とそしてお嬢さんと私がいますということだけ連絡して、でようやくその彼女に警察がいらっしゃる前にお母様を下ろして差し上げようと言って台を持ってきて、私がしっかりとお母様を抱いて、で彼女が紐を一生懸命解こうとするんですが解けないんです。その間中そのお母様の冷たくなった体をしっかり抱いている時のあの冷たさは多分一生忘れないでしょう。辛いでした。本当に辛かった。彼女はその女の子は学生は私に先生ダメダメっていうので、私お母様を抱いて一生懸命上に上げようとする。でも重くて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 上げられない。それをその女の子は一生懸命お母様が結ばれた紐をそれでハサミで切りましょうか
と言ってそこにあったハサミをで切りました。一生懸命切ったんですね。それがボンと私にかかってきた時、2人でそのお母様と一緒に台から落っこちましたね。痛いでした。でもその痛さが私には心地よく感じたのも不思議な思いでした。どうしてでしょうね。本当に不思議でした。そしてお母様の布団はと言って彼女が持ってきて、そこに置こうとした時に警察の方が来てくださいましたね。警察の方の顔を見たら、そのお嬢様と二人で抱き合って泣きました。辛いねって。その時はでは涙も出ませんでした。彼女も涙を見せてくれませんでした。でもどうしてでしょうね。警察の方がいらっしゃって、誰かがそこを見てくれると思った途端に心がはち切れました。辛いことでした。その夜は彼女と警察にずっと一緒にいて、私は彼女と一緒にお家に帰りました。お父様は外国なんですね。外国から帰っていらっしゃるために2日間かかりました。ずっと一緒にいましたが、次の日は私は仕事があって彼女と一緒にいることができませんでしたので、私のよく知ってる二人の奥様に彼女のことをお願いして、また出張から帰ってきた時に彼女のお家に行って、思いっきり彼女と泣きました。お通夜お葬儀ももう済ませました。どんなに命っていうものの大事さ、人が亡くなった後の関係者の悲しみ苦しみ、それは言葉にすることはできません。ましてや自死という形で母親を亡くした娘の思いは、これは本人でないと語ることはできないでしょう。そして私は今でも体が震えるような思いがします。それはお母様をどのくらい何分ぐらい抱きしめていたか分かりません。大した長い時間ではないですよ。3分か4分か5分でしょう。あるいはもっと10分だったかもしれません。もう時間なんて考えてもいませんでした。でも彼女が、そのお嬢さんが紐をハサミで切った時、そのお母様と一緒に転げ落ちた時のまた不思議な快感、本当に不思議な体験を私は10日前させていただきました。でも皆さんいかがでしょうか。私はやはり第三者です。お嬢さんは、そして外国から出張で出かけていらっしゃったお父様もお帰りになって、彼女たちはまだそのご家族は家から離れることがおできになりません。でも第三者の私は今ここで皆様方にその話をしておりますね。おとといです、彼女に電話いたしました。今日こういう話があるんだけれども、あなた方のお宅の話をしていいと言いましたら、いいよ、私がついていってあげましょうか。彼女は今ハイになってますので、パニック状態で、どういう状態であるか彼女自身分かっていない。ダメ起きたら、でも高井先生が行くところだから行っていいでしょ。ダメしちゃダメ。でもあなたの話していい。いいですよ。彼女は今吐いてパニック状態だから、
こういうことスパスパスパッと言えますが、あとどれだけ落ち込むんでしょうか、悲しむんでしょうか、苦しむんでしょうか。そのことが私は怖い、本当に怖いっていうのが本音でしょう。皆様方、ご自分の家族を亡くしたときに、どんな悲しみと苦しみと辛さと、言葉にはできないありとあらゆる負の感情が私の体の中で、お一人お一人の体の中でどのくらい荒れ狂うか、経験者はお分かりだと思います。でも経験してない者にとってはこれはあくまでも言葉なんですね。その言葉が自分のものになるというためには、どうぞ今私がね、皆様ちょっと目をつぶって私が申し上げることを実感していただけますか。ちょっと目をつぶっていただけますか。立っていらっしゃる方、こう体が揺れますから、ちょっと足を開いていただけますか。立っている方はそうするとバランスが取れますのでね。立っている方は足を広げてちょっと目をつぶっていただけますでしょうか。10日前のある日、ある女性の方がこの世を去っていった。どうぞある一人の女性の姿、顔を想像していただけますか。どなたでも構いません。年齢は49歳だと仮定してみましょう。その一人の女性がこの世に生きていることがあまりにも辛く、それが病だったかどうか分かりません、この世をさっとお生きになりました。その方の亡くなった姿をちょっと辛いと思いますが想像してください。ご自分の家でご自分の仕事をなさっているそのお部屋で、ご自分が縫っていらっしゃるある和服の紐でご自分の首をつっ、ここまでの行動をちょっと見て想像して、気になるところでとどまっていただけますか。次にそこに一人のお嬢さんがいます。彼女が家に帰り、その現場を見た時のそのお嬢様の驚き、失望、これは私のお母さんではない、違う、これは違う、悪夢を見てると思ったかもしれませんが、皆様方は自分の親がそういう姿で私の前にいた時に、皆様はどうお思いになりますか。その現場を静かに想像してみてください。そしてあなたがその亡き母親をしっかりと抱きしめる、冷たくなっている母親のその重い体をしっかりと抱きしめた時のその感触をちょっと想像してみていただけますか。
その家から警察の方に、その場合にはお運びになりました。運ばれてお行きになった後の家は静かになりました。またお父様が2日後に帰っていらっしゃって、そのお嬢さんは、あるいはご主人はどのような会話をなさるでしょうか。ちょっと想像してみていただけますか。どうぞ静かに目を開けていただけますか。ありがとうございました。皆様方ね、私は長い間、先ほどの座長の先生の方からもご紹介がありましたように、ターミナルにいらっしゃいます方々の、まあ、普通言うターミナルケアですね、ターミナルにいらっしゃる方々のスピリチュアルケアに約20年間協力させていただき、先々月に亡くなられた方を含めると127人の方のターミナルの方々に協力させていただきました。私はナースでもドクターでもない、全く一人の教師、あるいは宗教家かもしれません。その私が127名の方々のターミナルにいらっしゃる方のお手伝いをして、127人の方々の看取りのその場まで協力させていただくというのは決して少なくない数だろうなと思うんですね。その方々お別れするときに、なぜ私はこういうターミナルにいらっしゃる方々のスピリチュアルケアをするかと言いますと、はっきりと私には目的があります。それは亡くなっていく方にどういう人生であったとしても、たとえヤクザさんだったとしても、私ヤクザさんだった方の看取り3人に協力させていただいて、非常にいい思い出を残してくださいました。そのね、方々を含めて120何人の方々がお別れするときに、どんな人生であっても、これが私の人生だったんだ、どんな、例えばヤクザさんで3人のあるいは2人の人を殺したとしても、これが僕の人生、あるいはこれが私の人生、これでよかったという、自分の人生を肯定していただいて、亡くなっていただくために、私は毎週毎週、もう絶対に今の医療では良くならないというターミナルの患者様のところにお手伝いに、という協力させていただいておりますね。ご自分の人生を肯定しなければ何ができないかと言いますと、残る方々にありがとうございました、ごめんなさい、また向こうで会いましょうねという言葉が言えないから、自分の人生をともかく肯定していただくんですね。それは自分の人生を肯定していただくという作業は決して優しいことではございませんのよ。それはね、宗教家で例えばマザ・テレサのような生活をなさり、あるいは素晴らしいお坊様方や尼様方とか、そういういつも死を前にして毎日の生活を送っていらっしゃる方にとっては、自分の人生良かった OK って言って亡くなられるかもしれませんが、普通の人生を送っている者にとって、あるいはヤクザさんだった方がね、俺の人生これで良かったなんて本当に思っていただくのは優しいことではございません。にもかかわらず、ともかく私があなたの人生良かったのよって言ったってしょうがないんですね。
その方が自分の人生を肯定していて、していただくためには、それこそありのままの人生を受け止めていくということです。それを受容と申しますね。自分の人生のこんな人には見せられない恥ずかしいこともあった、でもこんな嬉しいこともあった、そのすべてを、これが私の人生、もう二度とない人生として受け止める。その時初めて死を前にして、すべての方に例外なく、この方にはダメって言うんじゃなくて、すべての方々にありがとうございました、いろいろあってごめんなさいね、そしてまた向こうで、もし向こうの世界があるとするならば会いましょうねという再会の喜びを持って、希望を持って亡くなっていただく。そのために私は毎週ターミナルにいらっしゃる方々のために、毎週時間を同じ曜日、同じ時間にお見舞いに行くことを約束しています。30分から1時間を取ります。それ以上取ったらお疲れになるからなんですね。そしてその方々、そのお一人お一人が、自分にはこういうことがあってねとか、こういうことも認めたくないけどありましたとか、もう本当にさまざまな人生のことについてお話ししていただいて、それを全部全部聞きながら、そうよかったわね、それでいいんじゃない、全部引き受けます。私は思いますね、こういうベールをかぶった人間はほとんど見届ける宗教家だって分かりますね。私のようなものにターミナルの時に協力してくださいとお願いなさる方々ですから、きっと安心していろんなことをお話になると思うんですね。あるいは最初はそういう方だから、僕の人生、私の人生は恥ずかしくてお話ができませんとおっしゃるんですが、だん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 私を信頼していただけるんだろうと思いますが、信頼して本当によく全てを話してくださいます。そして亡くなる時にはありがとう、ごめんなさいとおっしゃって言っていただいた方が 99% だったんじゃないかなと思いますね。 時々こういう方に会います。自分はいいことをしたことを思い出せない、悪いことしか思い出せないという方がいらっしゃいます。そうするとごめんなさい、ありがとうという言葉を考えてみたら、自分の人生で何回言ったであろうか、言ったことがないという方に出会います。そういう方に私は愛しいなと思いますね。本当にそういう方々は自分の人生に対して生きてきた人と関わりをしっかり持ったという思い出が少ない方々なんじゃないかと思うからです。で、そういう方に対しては私は本当にその方を抱きしめます。男性であろうと女性であろうと、もうね、相手が男性であろうとセクハラなんて言われる年でもないし、その方ももうあと6ヶ月以内には亡くなるであろうという方に抱きしめたから、あの先生セクハラよなんて大げさにわんわんわん言われても、そう言われてもいいのよ、私はセクハラ大好きだから、開き直れますよね。本当にしっかりと抱きしめて、いいのよ、ありがとう、ごめんなさいなんていう言葉なんかどうでもいいの、ともかくあの方から大事にされた、俺は存在する目的があったんだという、それでいいのよ。本当に私はその方を、存在そのものを大事にしたいな。口先だけではダメですよね。先ほどの亡くなられたお母様を、冷たい、どこまでも冷たい、重いお母様を
神なるにいらっしゃった方々の、だんだん弱っていらっしゃる方々のお話を聞きながら、そうだ、私は一人一人をこういうふうに抱きしめてお送りしたんだなということをふと思い出しましたね。あのお母様、私は生きてらっしゃる間抱きしめたことはございませんでしたが、亡くなられた時に、抱きしめた時に、きっと向こうで、先生、高木先生ありがとう、あったかったよとおっしゃっていただいてるんじゃないかなと思います。ですからターミナルの最後のに亡くなられる方々が私におっしゃってくださるのは、私があなたの人生素晴らしかったのよ、それでいいんじゃないのと言ってお送りしますね。その時に本当に心からありがとう、先生ありがとう、いろいろ不平もいい、わがままいい、ごめんなさいねとおっしゃいます。その時に決して高見先生だけじゃないのよ、全ての先生の言葉が言えますかと言うと、もう私不思議なくらい、ここに女性の方がたくさんいて、私も女性なんですよ、私はね男性じゃないんですから、よく女性の方聞いてくださいね、もう不思議なことがあるんですよ。ターミナルケアでね、私が自分が女性であるということの非常につらいことは、女性の方々の中に、あの嫁だけにはごめんありがとうは言いたくありませんという方が多い。そして今度は若い女性の方で亡くなる、あの先生私はねごめんなさいありがとうって誰にも言えるんですが、あのお母様だけには言いたくありません、嫁シュートの難しさ、もう私は自分が結婚していなくてよかったと思う時でございますね。ああこのこれだけは思わなくてこの世を去っていけるという喜びで、今度は男性はね、またここには男性も何人もいらっしゃいますよね、もう不思議な男性の言葉、最後になってごめんなさいと言わないといけない、言わないといけない人がいっぱいいますとおっしゃる、素直なんです。その時におっしゃるのが、女を泣かせた、妻も泣かせた、同僚も泣かせたというね、泣かせたという加害者意識が非常に終わりになるんですね。その男性というのはきっと加害者意識でその生きていらっしゃるんだろうと思うんです。でね、そのね反面女性はまたね泣かせたという加害者意識がほとんどないんですね、被害者意識ですから、もうお母様には絶対ねありがとうもごめんなさいも言いません、嫁にはこれ加害者ってな、自分自身が被害者意識なんですね。男性には加害者意識があり、でもいずれにしても私たちは死を前にして自分の死、人様の死よりも自分の死を前にした時に、さて全ての方々にありがとうごめんなさいと言えるかということは、元気な時から考えていなければならないことだと思います。で、今日の私のお話のテーマは、命は自分一人のものではないっていうことを、これはできるだけその命の授業ということで、多分このことをお考えになった今日の大会の、あの企画をなさった方々には、小学校、中学、高校、あるいは大学、あるいは障害教育の中で命の教育をなさる方々に向けてのお話だと私理解するんでございますけれども、命について教育などできません、と思われるでしょう。命なんていうものを教育しようと思って
教育ができると思うところに大人の傲慢があるんだろうと思います。私は大学でずっと教鞭を取ってまいりました。そして生徒史の教育とか、あるいは生徒史の人間学というような担当もいたしましたが、自分自身で命の教育はできないんだ、これが私の思いです。じゃあね、命の大切さ、尊さはどうしたら相手に伝わるのか、教育できるのか、教育でなくて伝えることができるのか、それは私の生き方です。それなしに言葉だけで言ってたらちゃんちゃらおかしいよって学生に言われます。先生というのは先に生まれると書きますよね。ですから1インチでも1秒でも先に生まれた人は自分より後に生まれた方に対しては先輩ですよね。先輩として私たちは命というのはこういうふうに大事に生きていくのよということを自分の生活を通して1分でも遅く生まれた方々にお伝えするのが人間としての義務なんじゃないかと思うんですね。それをお役目だと思います。ですから言葉に発する前に私自身がどのくらい自分の命も含めて愛おしく思ってるか、そこが原点だと思います。でも難しいことです。先ほど申し上げました、10日前のあの出来事、私は今でもあのお母様の冷たさが本当に冷たくて、それで先ほど高木先生どういうお茶を召し上がりますかって言われた時に、私冷たいものがいただけないのと申し上げたんですが、裏にはそういうことがございました。今冷たいものがダメなんですね。水道の水で顔が洗えません。これが後遺症でしょう。冷たいものに触れることが体が反応するんですね。皆様方ね、ここにお水がございますね。これを触れるだけで体が震える感じがします。これはどうしようもない私が自分で感じ取った感覚がまだ癒されていないからですよね。これが命の大事さです。もう死体となっていると言われるかもしれませんが、この方には40何年間命がありました。その命を育んだその体、その命がなくなったら冷たくなるんです。でもそこにいらっしゃった一人娘のお嬢様にとって母親のその姿をどうしようもできなかった。行って私がそのお母様を抱きしめて、ずっと抱きしめていた間、彼女にとってはどんなに心強かったでしょうか。それが彼女の命を大事にしたことです。お母様を泣き、お母様をしっかりと抱きながら、そして転げ落ちた時に、先生痛かったでしょと私に言いましたよね。その時に私がお母様も痛かったと思うわと言った時に、彼女はしましたね。これがお母様を大事、お母様の命を大事にし、彼女の命を大事にしたこと、多分これから彼女は苦しみながら10年、20年、30年、何十年彼女の人生が続くでしょうか。その間10思い出すのは、多分お母様のあのご遺体の下で何にもできないでポケーっとしていたあの時間と、お母様のが首
首に巻いてらっしゃったその紐を彼女が切った時の感覚が一生つきまとうでしょう。それとともに高木先生とああいうことしたな、高木先生はどうしてああいうことしたんだろうと思う時に、私は彼女に一言お伝えしたい。なんとかさ、決して二度とああいう辛い思いをさせないようにしようね。それで全てが伝わるんじゃないかと思います。どんな辛いことがあってもきっと彼女は立派な大人として生きていける。もう二度とこういう苦しみをさせてはならない。命は自分で命を切ってもいけない。またその苦しみを人様に与えてはならないということ、嫌と嫌と嫌と彼女は感じ取ったんじゃないでしょうか。これは命というものは言葉ではなく、その人の生き方で教えていくことだろうと思います。それで、レジュメのところ、この冊子の190ページをお開けいただけますでしょうか。ご心配ないようにまだ時間がございますのでね、ちゃんとお休みの時間も取りますから、もしお疲れになった方はおかけになった、下の冷たいんじゃないでしょうかね。お立ちになっている方どうぞ前にでもお座りくださいますか。よろしゅうございますか。本当に何か立ってらっしゃる方申し訳ございません。前が空いてますからご案内していただけますか。後ろの方どうぞこちらにお入りくださいませよ。後ろにお立ちの方はこちら側の扉を開けますので、もしよろしかったら通路を回っていただいて前の方に入っていただきましょうか。ご案内していただけますか。はい、ぜひ高木先生そう申し上げておられますので、通路を通って前に来ていただくか、その間ですね、この中央の通路を通って前に来ていただくか、外側の通路を通って前に来ていただくか、ぜひお願いします。せっかくですので前の方にお越しください。下でよろしかったら止まったけど、前先生座っていいですよね。どうぞ。横行かないで前正面かみつきで、前にいらっしゃってもかみつきませんから大丈夫です。どうぞ入ってください。ここね、綺麗だと思いますから、どうぞ足を長くしてね、ではレジュメのところに Y さんからの手紙っていうのを書いておきました。で上に初めのところありますね。学校教育で命の大切さや命の尊さなど命に関する授業をすることは見えない事柄を教団から教えることであり非常に難しいこと、これは私がたびたび経験しております。そこで一つの具体的な試みとして、弟を亡くした額にある大学生の手紙を資料として使うことで授業を聞く生徒や学生に命についての事柄に関心を持っていただき、そしてこれは一つの成功例であって、私が授業したことは全て成功したものではございませんよ。ものすごい反発を受けてもう泣かれた授業もありました。でもこれは成功した一つの例だと思ってお聞きくださって、私
ったら、俺のおふくろは死んでんだって言って、もうね、ここをカッと掴まれたことがあるんですね。本当に驚きました。ですから命の教育というのはデリケートなことです。でそのね、学生は、私は本当に彼が癌で、お母様が病気だということで入院なさって2週間後に亡くなられたそうです。それって病院に対してもう何か全ての社会に対して反発、俺のお母さんもお前たちは殺したではないかという怒り、ですからそういう怒りがいっぱいのね、学生たちに人間は死ぬのよなんていうのを簡単に話をしたら、もうカーッと消えちゃうんですね。もう本当に怖いでした。ですから皆様方ね、命についてお話しするっていう時には本当にやはりここに、例えば大学にしても中学にしても高校にしても、家族を亡くして間もないっていうことを何人がいらっしゃるかっていうことはやはり分かってた方がいいと思います。ですからそういう失敗も皆様方にお知らせしておきますね。で、私はね、それをね、どういう話をしたかというのは簡単な話なんですよ。その人間は生きてますよね、でも必ず死にますよね、これは人間にとって平等ですよねと話をしたんです。で、その死の形態っていうのがいろいろあるっていうことを、その死の形態はただ病死だけではない、事故だけでもない、災害でもないということで、でもこれは決して比べられない。自分でその、例えば私は大震災を体験して本当によく生きてきたなと思ってますが、自分で体験しようと思って体験できることでございませんよね。で、私の隣 の、 旦那様は、ご主人様は亡くなられましたね。私の教え子さんも亡くなられました。こういうことは自分で好んで、あるいは病死でもそうです。で、そういうことでまた亡くなる方も選ぶことができない、そしてご遺族も悲しみも比べることができないのよねと話をした途端に、その学生はカッと立ち上がって、何お前言ってるとか言って言われたら、もう、はあ、驚きますね。そしたらそのお友達がそのカッと立った時に、何が起こるか分かんない、ですが横にいたお友達が、そのもちろん男子学生なんですけどね、ついてきた。私に何お前言ってるって言って首をつかれる時にね、そのお友達の学生が彼の手をガッと取って、男性さんすいませんと言ってくれたんですよね。そのお友達がなんということもない。私それが驚きでね、ですから彼はもうグーッと怒っているのに、横にいるお友達はなんとことなく、うん、ケッと言って、お前何やってるっていうね、もう淡々としたっていうことは後で聞いたことなんです。彼はちょっとしたことでガーッと、これがしたんです。お母様が2週間の検査入院と思われた入院で亡くなっておしまい。それはね、大学生にとってお母さんというのは大事なんですよ。もう生きてるね、お元気な時はおかんがおかんがと言っても、何しもくもやいやいやおかんがなんて、もう何おかんおかんって言うのよっていうぐらいになるんですが、さて病気になったりなったらもう大変なんですよ。そして恋人が病気したというぐらいに、彼らは涙を流しますね。かわいいものです。女の子の方がそういう時には冷たいと思うぐらいまあ男の子のあの神に対する愛情はすごいものですよ。まあ、私本当に大学にいてそれを思うと、ああ女性であってよかった、でも結婚しなくてよかった、まあそれも妙談なんですけどね。それでこういう思いを持っておりますので、これは一つの成功例として
お話し出します。そしてそのまま続けますね。この事業の狙いは、命は自分だけ、自分自身のだけのものではなく、多くの人とのつながりの中で存在していることを、弟の死を通して知った両親の悲しみ苦しみ、そして両親の愛によって自身の存在の尊さを実感したお姉さんですね、姉の姿からこの授業を受けている各自も、自分自身の存在の尊さに気づいていただきたい、それを目的としております。ですからデモンストレーションとして、皆様方を小学校、中学、高校生、大学生としてみなしてやってみてくださいとおっしゃいましたので、皆さん方はご自分で決めてくださいね。小学校生なのか中学高校なのか。私は今は大学生を対象としてこの今からの授業を始めます。ですがこれは大人だって同じです。命というものを第三者的、言うなら柳田先生がおっしゃるように、自分の命は第一人称、第二人称は家族ですよね、第三人称というのはその他の人々、その他の人々の死と思って聞いたなら意味がありません。やはりこの ワイコさんの弟さんの死を、ワイコさんは第二人称の死として悲しみましたね。そういうふうなことで皆様方もできるだけ第 2.5 人称の死として考えていただけますか。これは皆様が聞いてくださっている皆様方の心構えですよ。で、この Y 子さんとの私の出会いもまた不思議に、彼女はインターネットで私を探してくれて、もう辛くて辛くてたまらない時に私に会いたいと言ってくれたんですね。ですからほとんど何にも知らないで、彼女がもう自殺を本気になって考えた時に私を探し当ててくれた、私にとっても非常に可愛い子です。で、どうしてこの手紙を書いてくれたかと言いますと、彼女が大学に入って、それで高木先生、私は自分が今こういうふうに元気にいるのも高木先生のおかげですと言ってくれたんですね。で、嘘、あなたの心の中に高木先生嘘の一部と思ってるでしょうって言ったら、そう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 、一部でいい、だからその一部のその命を助けてくれた一部の部分にあなたが本当に感謝したいならば、私にお手紙書いてくれないと申しました。今のあなたの気持ちを書いてくれない、何するのそれ、今は考えてない、何をするかは考えてないけど後で考える、考えたらあなたに許可をもらうから言って、彼女は自分の気持ちを正直に書いてくれました。これ読んでみましょうね。皆様方のお手元にもありますので、ご一緒に目を通していただけますでしょうか。舞子さんからの手紙、高木先生、弟を亡くした私の悲しみとその後についてお手紙します。私が高校の時、弟は中学生でした。急性肺炎で2日間の入院で亡くなりました。私たちは2人だけの姉と弟でした。今私は大学生ですが、その時のことを思い出すと、思い出すだけで全てが嫌になります。このような気持ちになる理由はまだよく分かりませんが、第一に思い出すのは両親の悲しみです。毎日毎日泣いている姿が私自身をいじめているような気がしました。ですから私はいつも弟でなく私が死んだ方が良かったのだと思い続けていました。弟は男性であり、家を継ぐのにも男の方が良いと言われる日本の社会でもありますから、私は家では自分自身の居場所がなく、
いつ家を出て死のうかと考え続けていました。そのような時、高校の先生が、君には能力があるから大学は受験するようにと指導してくださいました。その先生は私が悩んでいることなど何も知らないで言われたのですが、大変嬉しく、私も生きていていいのだと思いました。そして大学に受験しました。その先生のおかげで第一志願の大学に入学ができました。できましたが、その時も両親が、これがなんなんちゃん、弟の名前ですね、なんなんちゃんだったらよかったのにと私の前で言ったのです。私はその時家出をして死んでしまいたいと本気で考えました。そして私に大学を勧めてくださった高校の先生に大学を辞めたいと相談に行った時、その先生は少しだけだと思いますが、私の苦しみが分かってくださり、人には越えなければならないことがたくさんある、今はその時だと思い頑張りなさい、親には親の苦しみがあり、子供には子供の苦しみがある、それを比較することはできない、互いに尊敬し合うことが大事なことであると励ましてくださいました。そのようなことがあった後、高木先生に出会う機会があり、どんな状態になっても死ぬ死だけは考えてはならないことと、生きていることへの小さな喜びと希望を持てたとの実感が湧き、積極的に生きていきたい、生きていいのだと自分自身に言い聞かせることができるようになりました。でも先生方が両親の苦しみについて話をくださいましたが、私は両親の苦しむ姿に尊敬は持てませんでした。しかしその苦しみを少しでも理解したいとは思い始めました。またその苦しみは私が親になった時に理解できることかもしれません。そして大学に入学して直後に、私は風邪をひき高熱が出ました。母とかかりつけのクリニックに行きましたが、肺炎と分かり、そのまま入院しなければならなくなりました。救急車で大きな病院に運ばれましたが、その救急車の中でも母は大きな声で、死んだらあかん、死んだらあかんと叫び続けました。病院に着き、すぐに救急室に入れられ、点滴など大変な治療が始まりました。クリニックに行くときは自分で足で行ったのですが、大変な病気だったのだとびっくりしました。またすぐに父が病室に来てくれました。そしてお父さんより早く死んだらあかん、お父さんはお前を死なせないから死んだらあかんと私のベッドにしがみついて泣きながら叫びました。私は嬉しくってたまりませんでした。両親は私をこんなに大事に思っているのかと初めて知りました。それからきっと私はしばらく眠ってしまったと思いますが、目を覚ますとまた両親が、死んだらあかん、死んだらあかん、お父さんとお母さんがいるから死なせないから、しっかりしなさいと言い続けていました。そのようなことが何回か繰り返されました。その度ごとに私は嬉しくって、いつまでもこのような状態が続いたらいいのにと思いました。後で知ったのですが、あの時の容体は大変危険だったそうです。ですから両親も慌てたのだと思います。また両親にとって
娘を心配する当然の態度であったと思いますが、しかし私にとっては思いがけない体験となりました。その時まで両親にとっては私の存在などどうでもよいのではないかと考えていましたから、あの時の両親の姿にびっくりするとともに、両親にとっては私の存在は何にも変えられないものであることを娘の私に示してくれた姿だったと思います。私はこのことを通して自分の存在と両親に対する考えが変わりました。その時までは自分の存在などどうでもよいのだ、両親は私のことなど考えてはいない、死んでしまいたいと考えていましたが、今は両親のためにも決して死んではならないと考えるようになりました。両親をこれ以上苦しめてはならないと思いますし、また弟の分まで元気に生きていきたいと勇気が湧いてきました。このように私が元気になったのも両親の愛情を実感したからですが、しかしどの親にとっても自分の子供はかけがえのない存在であり、決して親より早く死んではならないと思いました。そして命は大事にしなければならないとしっかりと感じました。私の両親は弟を亡くしており、私までが死んだら両親は生きていけなくなると思うと、どんなことがあっても長生きしないといけないと考えるようになりました。以前早く死にたいと思っていたことを考えると、両親には申し訳ないことを考えていたのだと心からお詫びしたい思いでいっぱいです。これからは両親や友人、親戚、周囲の人々への思いやりを持って元気に生きていけるように頑張りますので、高木先生も応援してください。 YK よりあまり時間もございませんので後を急ぎますが、骨は Y 子ちゃんでも弟を亡くして悲しくって悲しくて仕方がない、それなのに両親が死んだ弟のことしか考えない。もちろん彼女も大高校3年生でしたから、自分が弟を亡くしてこんなに苦しいなら両親も悲しいだろう、苦しいだろうということは想像はついたと思いますが、実際に弟を亡くしたお姉ちゃんがどんなに苦しい、それなのにまた両親から無視されているような思い、それはお姉ちゃんとしても生きていけない、苦しくて悲しくて、本当に私がワイコちゃんと出会った時に、私はカウンセラーなんですね。先ほどのご紹介もありましたように、長い間東京でカウンセラー、教育相談所のカウンセリングもしてまいりました。そして関西に参りましてからはカウンセラーというよりもグリーフケアワーカーとして、ずっと悲しみ苦しみ、特に家族を亡くした方々の近くにいてケアさせて協力させていただいておりますけれども、言うならば私自身が多くの悲しみ沈んでいる方々を前にして言葉はありません。なぜかその方にはこの、もしその方の心がこのコップだったとするなら、入るだけの悲しみ苦しみがいっぱい詰まってるんですね。比べようはありません。もしご両親の器がこれだとするなら、ここにいっぱいの悲しみ苦しみが入って、お嬢様の悲しみ苦しみがこのコップだとすれば、両方ともいっぱい悲しみ苦しみが詰まっているということで平等なんです。比べることではありません。でも
ご両親は自分のたった一人の男の子を亡くしてショックでショックで、もうそこに元気にいる娘が元気でいるというだけでも満足。でもこのお嬢さんは受験生でしたね。それに帰ってみても、母さんはお食事も作っていない、作れないんですね。それがご遺族の本当の姿なんです。ですから皆様方ね、ちょっとここで一休みをいたします。お時間は何時まで、これここの11時40分までですね。はい、そうしましたら11時40分までなんですが、お休みを取らなくていい、取りたい方ちょっと手を挙げていただけますか。あ、どなたもいらっしゃらない。お手洗いに行きたい方どうぞお行きになってくださいませね。じゃあ11時40分まで続けますので、よろしゅうございますか。私の勝手でごめんなさいね。じゃあ続けます。で、このね、お嬢様ワイコーさんのこの悲しみっていうのは、その遺族の悲しみ、そしてこのお父様もお母様も自分の子供が肺炎で2日で要するに急死でございますよと、もう本当にパニック状態で何が何だかわからない。そしてその家族が3、今まで4人だったところに1人子供が亡くなる、もうこの、状態になりますとね、お互いに癒やす関係でなくて緊張関係になって、家族の中で癒しというのは非常に難しくなるんですね。でご両親は今までできていた、例えばお母様は朝起きて朝食の準備をしたり、あるいはご主人を送り出し、娘のお弁当を作ってお嬢さんを送り出し、その後お洗濯、お掃除、夜の支度、あるいはその間パートでちょっとお勤めにお行きになるかもしれない。それが全く手がつかない。でご主人はお仕事はいつもだいたい夜の7時頃にお帰りになってたそうです。市役所にお勤めだったから。ところが家に7時に帰っても食事はできてないわ、奥様と娘と話すこともできない、夜どん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 遅くなって、何のしてるか、毎晩毎晩お酒を飲んで帰ってらっしゃるのは11時から12時、もう家に帰っても喋ることもね、お酒に自分の悲しみを癒してもらっているような生活だった。それが今度はお嬢さんまで病気で肺炎となった時の親の慌てよう。それを見たワイコちゃんは嬉しくって嬉しくて仕方ない。今この3人の家族はおかげさまでお元気で、私が時々お宅に伺いますね。でもその亡くなった下の長男様について一切存じませんが、今はそのどなたかがその亡くなった長男様のことについていろ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 私にお話しくださり、一緒にお食事をして、まあ、いい時を過ごします。でもまだまだ悲嘆は尾を引いてます。でもワイコちゃんが非常に元気になっていらっしゃるので、家族の中には本当に花が咲いたような、日が灯ったようなあったかい家族にはなっていらっしゃいますね。こういうことを通して私は高校生や大学生あるいは中学生に、子供を亡くした親っていうのはもう狂ってしまってどうしようもないのよということを話します。そしてワイコちゃんももうどうしようもなくて、もう自分なんか家にいなくてもいいんだ、本当に死にたいというのは、弟、あんな可愛い弟、そしてその弟はお姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃんで、お姉ちゃんはお見事国立に入ったんですけどね、そのお姉ちゃんがよくできるので僕も頑張らないといけない、お姉ちゃんこれ何って思う、
ずっと小学校中学の間お姉ちゃんを頼りにしてくれた、そんなに仲のいい兄弟だったから、もうそれはそれはお姉ちゃんにとってはもうほんと自分の半分がなくなったみたいな、親にとっては全部がなくなったような、そういう悲しみなんですね。そういう悲しみの時に受験をするっていうのは、それは舞子ちゃんにとってつらかったにもかかわらず頑張っていた、そしてようやく受かったにもかかわらず、そのお父さんお母さんは舞子でなくて、まあイニシャルで言いますよね、 S ちゃんだったらよかったのにと言われたらどう思いになりますか皆さん。完全に舞子ちゃんは否定ですよ、虫ですね。これは言ってはならない。私だったら、私も Y ですよ、よしこですからね、よしこちゃんじゃなくて、私の弟は三つ政って言うんですけどね、三つ政だったらよかったのにって言われたら、こんなに頑張って私はあそこに受かったのにって喜んでもくれない、お前死んだ方がいい、なんでお前が生きていて三つ政が死んじゃったのって言われると同じことでしょ。それは頭にきますよね。でもそれがわからないっていうのはご両親がパニックだから、もうご両親がこんなこと言っちゃいけない、普通だったらわかりますよね。それがわからないで言うっていうことがグリーフなんですね、悲嘆なんです。でそれをまともに受けたワイコちゃんは、もう私本当に危険だと思ったのはワイコちゃんの顔のもう緊張してる体ももうね、木みたい、あの緊張してる時って体まで硬いんですね、本当にあの危ないな。それであの舞子ちゃんはその私と会ってもう家に帰りたくないと言いましたので、お母様にお電話をして私の修道院に泊めていいですかと申し上げたら、なんだかかんだかわからない、修道院っていうのもわからない、教会というのもわかんない、でもあの私あのその時にはまだ H 大学という時だった、 H 大学の先生してますからって言ったら、それだけで信じてくださっていいですって、2日間彼女はね修道院泊まったんですね。で修道院のシスターと一緒にお食事をしますでしょう。で彼女はシスターを見たこともない、遠くから見ただけで話をしたこともない、初めて私と会った、そして知らないシスター方の中で食事をして泊まったんですよ。それが彼女にとって嬉しかったみたいですね。全然知らない世界を体験する、これも癒しの一つのいい機会だったのかなと思います。全然知らないところでね、見ることをすることが何にもわからない、おーおーおーって言いながら、でも自分はこのシスター方に非常にウェルカム、高い心で受け止められているってことだけは分かってくれたみたいです。ですからそれも一つのいい機会だったと思いますが、本当にこのね一つの手紙を通して悲嘆というものがどういうことか、それで親より早く死んではいけないということをね、あの若い中学生高校生大学生が分かってくれたらいいなという思いでいたします。でまあまあ成功した例かなと思うんですが、もう一つの資料があります。皆様方のところに You Let Me Up というあのプリントが、まあ、お持ちでない方ちょっと手を挙げてください。あのお配りいたします。あの今ね皆様方に命は自分自身だけのものではない、一人たった一人の命と思うんではなく、私が死んだならばどれだけ多くの方が悲しみ沈むのか、それを若い方々にお伝えしたいんですが、先ほど申しましたようにどんないい手紙であろうと、あるいは事例であろうと、それはそれなんですね、若い方にとって。
交通事故で死んではいけない、人を殺してはいけない、喧嘩で人を殺してもいけない、自分を傷つけてもいけないと言っても、それは嫌というほど彼らは知っています、聞いていますね。でも最も彼らにとって大事なのは、それは先ほど申しましたね、しっかりと受け止めて差し上げているということです。私にとってあなたはこんなに大事なのよ、それを相手がきちっと受け止める、私が受け止めるから、彼らもあの高木先生にはこんなに受け止められてる、ですから本当に皆さんと嘘だと思われることがあると思いますが、私が授業であるいはこういう講演会の時に、知りたい人は自殺する前に私にちゃんとご挨拶して死んでちょうだいって言ったんですね。ご挨拶に来てくださった方がいるんですよでもお一人の方は救えませんでした。死後実を言いますと6人の方がご挨拶に来てくださった。5人の方ともかく1人が未遂、1人の方全く亡くなっておしまいになりました。でもお一人の方は名古屋の方なんです。もうここ名古屋ですね、本当に不思議な思いがします。今から10年ぐらい前に名古屋で講演をいたしました。その時に私はそれ本当にあまり意識しないで申し上げたんですけどね、自分で自殺しようと思う方は私に一度ご挨拶して死んでちょうだいねと申し上げた。その方は本当に死ぬつもりで死に場所を探して、あ、そうか、高木先生という方がいた、神戸高木よし子、それだけで私を探した。すごいことでしょう。で、私初めてお目にかかりました。そして何この人と思ったんですが、アポイントも取らないで現れて、私はいませんって言ったら、保健館の受付の方が、いやーともかく会いたいって言ってお会いにならないんです。お名前はおっしゃるけど知る、どこの方、私アポイントメント取らないと絶対会わないというのが私の結束、もうしつこいって言われて、もうしょうがないなと思って、受付に行って保健館でお目にかかって思いました、あ、この方には会おう、で応接間に行っていただいて会いました、お話ししました、だん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 ご挨拶に来ました。なんでご挨拶にいらっしゃったんですか、あえて伺いました。高木先生が死ぬ前にご挨拶して死んでくれって言われた、それを忠実に守りました。そして確かにそうだったと思ったの。お金はどのくらい持ってらっしゃるの。460円だったと思います、現金ね。カードも何にもない、使い果たして家を出て1週間だそうです。そしてもうこれで終わり、本当に本当に現実であるんですね。家を出てどこで死のうかと場所を探す、死に場所を探す。でもその方はやはり社会的にはどんどん追い詰められて生きていられない、この世に生きていられない、社会がどん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 そこに追い込んでいってしまった例です。でもお願い、死なないで、あなたの居場所はあるから。2時間半その方と一緒に一生懸命考えて、彼はようやく、じゃあ高見先生に騙されたと思って、一度本当に私にとっては考えられない鼻水がダーッと流れましたね。あの鼻水を見た時に、あ、ここまで緊張だったんだと思いました。私は驚きません、そういう方時々お目にかかってますから。私は医師でもドクターでもナースでもありませんが、本当に人間が
緊張して、体中が緊張して、ホッとした時に鼻水がダーッと出る時があるんですよ。ドクターと誰かそうなんですよ言ってくださった方がいないかなと思うんですが、ともかくそれをね、鼻水が出たのを私は横になってって言って横になっていただいて、それだけですよ。お水を冷たい水をタオルをつけて差し上げて、その後ずっと横でお話を聞きました。だんだん落ち着いていただいて、彼は名古屋だとおっしゃるので、新幹線の切符をお金を差し上げたら彼何するかわからないでしょ。ですから一緒に新幹線の駅まで行って、名古屋のまで切符を買って差し上げて、あなたが帰ったならば奥様に私に電話させてちょうだい、送り出しました。新神戸からここまで1時間なんですね、名古屋まで。待って待って待ちましたよ。2時間しても電話は来ない、ダメだったか。3時間ほどしたら電話がありました、奥様から。その奥様の電話すごいんですよ。もしもし、高木さんですか。はい、高木でございます。なんとかの妻です。はい、そうでございますか。お帰りになりましたかって言ったら、はい、ガチャン。それはね、私はそれ聞いた時何起こるのと思いましたが、後で考えたらそうでしょ。1週間もね、ご主人がいらっしゃらなくなって、女のところにいたのか、高木という女のところにいたのか、それは悔しいでしょう。こいつーとな感じですよね。バーンと切られて、申し訳ございませんと言う暇もない。ああよかった、本当に帰ってくださった。もうそれでもう風呂に入って寝ようと思った。こちらから電話してあげないといけないかなと思ったんですが、もうその日はあまり安心とで寝ましたよ。そしたら私はだいたい朝起きるのが6時15分前なんですね。5時45分ぐらいに起きるんですよ。でもそのこともあったから非常に疲れて、6時過ぎまで寝ようかぐらい思っていた矢先に、ちゃんと6時5分に前に電話があって叩き起こされましたよ。その時にはその同じ奥様よ、同じ人が、高木先生ありがとうございましたというお電話でした。ようやくことの次第を分かって、主人が帰ってこれたのは先生のおかげで。嘘よ、高木先生は最後にね、ダメ、死んじゃダメ、生きていくのよ、男らしくないわねって言って叱られて、ありとあらゆる罰を受けて、なだめすかされて、男の子ですよ、4、5歳の男の子と同じ、うわーっと泣きながらね、でもあやされながら、やっぱし生きていかないといけない、僕には娘が2人、俺が死んだら彼女たちは結婚もできないだろう、だったらそれが親ですね。で、事の次第を伺ったその奥様は、昨日はなんとかの妻ですってガチャンと切ったあの同じ奥様が、泣きながら、ありがとうございます、その後、お礼にいらっしゃいまして、わざわざ神戸まで。お二人を見て思いましたね。はあ、よかった。それはやはり何か、自分の妻も子供もいる、そして世の中に一人でも赤の他人が、ダメ、死んではダメ、あなたは大事なんだから、それこそターミナルでもないのに、ありと抱きしめちゃう。セクハラって言われたらセクハラでしょ。でも本当にしっかり抱きしめて、あなたは大事なの、あなたは私に一度会ったんだから大事なの、死なないで、それがあなたの命は大事なのということです。さて、このリュウレズミ、あ、この歌をご存知の方、手を挙げてくださいました。 ありがとうございます。これは私はずっと弾
関節、皆様方に知っていただきたい歌です。そしてその内容をしっかりと味わっていただきたい歌でございます。あの CD の方よろしくお願いいたします。どこで流すんですか。はい、これはあの、荒川静香さんがトリノオリンピックで金メダルを取りました後のエキシビジョンの時にお使いになった歌でございますね。もう4年も近くなりますが、本当にいい歌です。皆様方ぜひこれをあのプリントをお持ち帰りになって、またお宅でこの歌詞をしっかりと味わっていただきたいと思いますので、今日使わせていただきます。どうでした。本当に命は本当に自分一人のものではないって実感するようななんかお話だったね。すごく僕もね、この公演収録に行って感情移入しちゃったっていうか、自分のね、こととも、ダブって聞こえてね、そうだね。少し音をさせていただけますでしょうか。この歌詞は何回も何回もこれ続くでございますけれどね、この日本語の歌詞でちょっとお話しいたしますけれども、落ち込んで、死んで、心の底から分断したとき、困難に見舞われ、心に思いを抱えたとき、私はここでただ静かに待つの。あなたが来て、そーっと寄り添ってくれるまで。これは荒川静香さんのことを皆様方ご存じかと思いますが、荒川静香さんもあの金メダリストとなるためにどれだけの苦労をなさったでしょうか。この度は表彰台に立てると思って出た大会で失敗で終わった。今私たちの思いの中に浅田真央ちゃんがいらっしゃるかもしれませんね。本当に辛いものですよね。一つ一つのものをクリアしながら目的を達していくというために、これは私たちの人生もそうです。これはうまくいったなと思ったら失敗する、うまくいったと思ったら人間関係が悪くなったり、家族でいろいろ問題がある。本当に次から次とこんなに見舞われ、そしても自分はもう何もできない、ただここに座っているだけと思う時がありますよね。そういう時にあなたが励ましてくれるから、山の頂にも立てる。あなたが励ましてくれるから荒ぶ海も渡って行ける。私は強くなれるの、あなたの支えがあれば。あなたが励ましてくれるから私以上の私になれる。この歌詞はすっごいと思うんですね。それこそ荒川静香さんや、あるいは浅田真央ちゃんたちがあそこまで練習して練習して練習して全てを捧げ尽くしてもうまくいかない。でもそれを支え励ますのはあなたという存在ですよね。そのあなたという存在は
もしかしたら荒川さんにとっては家族だったかもしれない、あるいはコーチだったかもしれない、あるいはサポーターですよね。今私たちは浅田真央ちゃんを一生懸命応援してるかもしれない。そういうサポーターがいるから彼女たちは頑張って目的を達そうとするんです。私たちにとってもそうじゃないでしょうか。私たちにとってもあなたという存在があって、その方々が支え励ましてくれるから今日まで生きてこれたんじゃないでしょうか。先ほど申し上げました舞子ちゃんもそうです。彼女はおっしゃいますよ、私と出会ってあまり長くないのに、高木先生があの時いてくれて私を支えてくれたから今日があるんだ。私はよく思うんですが、学生に対して教える教師ではなく先輩として人生の先生、先に生まれた者として彼らを一人一人を、私は彼らのあなたという存在でしっかりと支え励ましていくのが私のお務めじゃないかと思いますね。でここにいらっしゃいます方々の多くが医療関係者かもしれませんね。その医療関係者であればあるほど皆様が患者様や苦しんでいる方々にとって皆様方はあなたという存在で、その苦しんでいる病気で苦しみ悩んでいる苦痛を抱えている方お一人お一人に対してあなたという存在で支え励ましてあげていただきたいなと思います。そしてこれは皆様方大勢の方が医療関係者でもあろうと思いますので、この歌を聴くたびごとに私が思い出すターミナルの一つの方をご紹介いたしましょう。この方を私はずっと語り継ぎたいなと思う方でございますが、このご夫妻にはとてもとてもつらい経験がおありになりました。この方のご主人は52歳で亡くなってお生きになったんですけれども、このご夫妻は結婚した後にお子様が男のお子様に恵まれました。その方が3歳の時に お父様が肩車に乗せて遊んでいた、ほっとした拍子にそのお子さんが上からポッと下に落ちておしまいになった。こちらにお母さんが肩車乗せてたお父さんがその前で首を折って即死でした。そしたら奥様はご主人に対してなぜあなたが生きていて息子が死んだのよ、あなたが死んで息子を返してちょうだい、なぜあなたが生きてるの、なぜ息子が死んだの、返してちょうだい、それを言い続けられた。お通夜の時もお葬儀の時にもそれを言い続けられた。そしてその奥様はそのご主人の顔も見ることができなくて実家に帰っておしまい。ご主人は毎週毎週奥様のところに会いにいらっしゃっても奥様はご主人の顔さえもう声さえ聞くことができなかった。3年経ってようやく奥様はご主人の顔、声が聞けるようになってお会いになることができた。そしてだんだん心が癒されてまたご主人のところにお戻りになってお嬢様一人に恵まれたんですね。とても幸せな生活が続いていた。その矢先にご主人は50歳の時に胃がんが見つかって一時社会復帰もなさったんですが、その後ありとあらゆる時に転移してしまい、で52歳で亡くなっておしまいになりました。その時私はずっと毎週毎週
お尋ねして、その奥様とご主人様の話をずっと伺ったんです。だんだん衰弱しておしまいになって、もうご主人は酸素マスクのものすごいので小さい細い声でいろんなことを話してくださっていたんですが、亡くなられる10日ぐらい前です。私がお見舞いに行きましたときに、お話はもうほんと細い声だったんですけど、目をつぶられましたので、もうこれでお休みになったかと思って、で奥様がベッドのところでずっと足をさすっていらっしゃいましたから、そこまで行って奥様と話をしましたら、奥様はもう涙と流しながら、先生、主人を殺したのは私です、交流させたのは私です、子供が亡くなった時なぜあなたが生きていて子供が死んだのよ、あなたが死んで子供を返してちょうだいって言い続けたのが私なんで、こうしたのは私なんですと言って涙を滝のように流してらっしゃいました。それも小さい声で私におっしゃってたんですが、ご主人が急に、何をお前言うか、俺が52まで生きてこれたのはお前がいて支えてくれたからではないか。その声があまりにもはっきりしているので、本当に奥様も私も驚きました。奥様はそのご主人の首をもっと抱きながら、ごめんなさいごめんなさいごめんなさいと言って泣きながらお詫びされましたね。でもご主人は、お前が俺と一緒にいてくれたから今日まで生きてこれた、52歳まで生きてこれたじゃないか、お前がいてくれたから、それだけおっしゃるんですね。この歌通りじゃございませんか。お前が、あなたがいてくれたから、あなたが支えてくれたから、私はここまで生きてこれた。私はあの風景を忘れることはできません。私たちは人生の中でこういうことだと思うんです。命の尊さや命の大事さについて語ろうとするならば、あるいは若い子供たちに、あるいは私たち相互に、命って尊いのよねと言いたいならば、その方のあなたとして、その方にを支え励ます、お互いの存在こそが命の尊さを体験し合うことじゃないかなと私は思っています。で、皆様方に今日のお話は、一つの大学で講義して成功した事例としてお話しいたしました。失敗の事例は山とあります。でも時間がございませんので、今日はこれだけにいたしますが、長い間のご清聴誠にありがとうございました。さあ、こういう命の授業はね、途中うるうるしてしまいました。グリーフケアってね、その患者さんのケアとは別に、その介護される方、また残された家族の方っていう、そういう喪失感っていうのかな、その大切なものをこう失ってしまった時の人の心をケアするという、そういうことを専門にやられてらっしゃるメインシスターだったんだけど、聖トマス大学の名誉教授でいらっしゃるんでね、日本グリーフケアの研究所の所長さんでもあるんだよね。そうだね、だから、あとなんだっけ、生と死を考える会の全国協議会の会長でもあられる、とっても
重たいテーマで、うん、これをどういうふうにお伝えしたらいいかなっていうのはすごく僕自身も迷ってはいて、かれこれ1年経ってしまったんだけれども、生きる人生っていうのかな、そこにいるまあ僕たちの中の本当に重要な関心の置きどころっていうのかな、そういうようなところをこう考えるきっかけになればいいかなって、ね、あなたの存在がこうその周りの人をこう勇気づけるなんてすごいね。そう、そのだから、あなたという存在が間違いなくあなたなんですよっていう、そういうことですね、そういうことでした。今日はちょっとだから他のことがもう全部ストップですね、で今日はこれで終わりにしたいと思います。はい、この番組はドリームクラフトの提供でお送りしました。はい、ありがとうございました。またね。またね。